はい、どうもこんにちは、平塚 YouTuber しんです。今日はですね、10万円の給付金のお話を、紹介しようと思います。平塚市でもですね、オンラインの申請が始まりましたので、具体的に紹介していこうと思うんですけども、オンライン申請方式ですね、マイナンバーカード所有者が、使用利用可能ということで、令和2年5月11日から、オンライン申請の受付を開始しましたと書かれておりますね。で、支給はですね、申請を受け付けてからおおむね3週間程度を見ておりますということで、現在ですね、5月の12日ですので、3週間となりますと、まあ、大体6月のですね、1日から5日ぐらいで、まあ、支給されるんじゃないかなと思います。なのでですね、マイナンバーカードとリーダーをお持ちの方はですね、なるべく早く、申請の手続きを踏むと、まあ、6月の頭にもらえるということで、いいんじゃないでしょうか。でね、僕はですね、マイナンバーカードですね持っておりません。通知カードしかね、持ってないんですよね。はい。ね、サボっていたわけなんですけども、そんな、僕のような人間はですね、郵送申請方式っていうのがございましてですね、令和2年度、の5月末をめどに、申請書を世帯主様宛に発送する予定ですということで、現在5月の半ばですけども、5月の終わり頃、25からは大体30ぐらいじゃないですかね。31日ぐらいまでにですね、郵送の申請書が、来ますので、そちらをですね確認して、提出するという流れになるわけでございます。で、支給日程は、現在調整中ですということで、詳細決まりましたら、平塚市のホームページの方で、お知らせいたしますと書かれておりますのでですね、まあ、ちょっとね郵送はまあ、6月いっぱいでもらえればいいなというのが僕の希望でございますけども、だいたいそんな感じとなっております。その他ですね、ホームページの方見ますとですね、下の方にですね、まあその、配偶者から暴力を利用とした避難事例における申請においてということでですね、まあその世帯主が、まあ、自分じゃなくて、まあ、その配偶者だったりして、で、その配偶者が全部自分の懐に入れてしまう恐れがあるから、まあ、そこの家族関係とかをですね、その世帯主を分ける申請だったりするものがですね、詳細が、書かれておりますのでね、そういった対象の方もぜひ、ご覧になると良いのではないかと思います。でですね、申し出の書類の提出期間がですね、令和2年4月24日から4月30日までということで、もうね、5月半ばですので、もうね、過ぎているんですけども、まあ、申し出書は提出することができますと、書かれております。まあ、あとはですね、定額、特別定額給付金の申請手続き、10万円の手続きは、こちらの、その申し出の手続きと別に行う必要がありますということで、まあ、筋だけで注意ということで、書かれておりますね。はい、というわけです。今回はですね、特別給付金、定額給付金事業について、紹介しました。日本の政策はいろいろ言われておりますけども、まあ国民一人全員その申請希望する人には10万円っていうのはすごいんじゃないかなと僕はね、いや思います。でもアベノマスクはまだ平塚市は多分届いてないと思うんですけども、今全体の 5% だっけ言われてますけども、そちらね、もうマスク結構平塚市も、ドラッグストアに、見えてきましたので、まあ多分届くのはいつかなという話になるんですけども、まあ、10万円がね、もらえる話はまあなしにならず、そのまま無事もらえそうですので、まあ一安心、よかったなというところで、僕もね、しっかり、申請してお金はいただきたいかなと思います。以上、平塚 YouTuber しんでした。チャンネル登録、コメント、評価ぜひよろしくお願いいたします。最近始めたサブチャンネルの方はですね、更新頻度高めで、編集は少なめで更新しております。結構平塚市の日常みたいなものをね、紹介しております。以上、平塚 YouTuber しんでした。では。